今体作り中だからね、めっちゃ150キロカロリーとかでね、リゾット作って食べました。美味しかったです。こんばんは、今日も可愛い、ありがとう。皆さんこんばんは、ありがとうございます。今日はね、休みだったんですよ、私。なので、まあ、しっかりめに寝て、あと皮膚科に行って整骨院行ってきた。メンテナンスの日やないかい。完全にメンテナンスの日でしたね今日は。そう、こんばんは。マリアちゃんのインスタストーリーのサイリンたち仲良くてよかった。そう、あれめっちゃ楽しかった、マジで。あれ東北元気クッキングの時に撮ったんですけど、マリアちゃんのインスタのストーリーぜひ見てください。あれなんかマジ青春感じてめっちゃ楽しかったな。こんばんは。そんな感じで今日はそんな一日でした。いや、ちょっとさすがに姿勢が悪すぎるので整骨院で治そうと思って行き始めました。すごい、めっちゃ肩も骨盤もめちゃくちゃ歪んでたんだけど、なんか写真見てびっくりした。なんかさ、行ってすぐにさ、なんか後ろからとさ横から写真撮ってさ、まず反り腰なのとストレートネックなのと、あ、それはもともと知ってたんだけど、もともとすごい猫背でさ、猫背直そうとしたら反り腰になっちゃったのね。そうで、あと猫背の時の名残でストレートネックなの、こう首がこうやって前に出てるのね。まあ、スマホとか触ってる人はよくなるらしいんだけど、だし普通に骨盤めっちゃ歪んでた。どっちだっけな、なんか右の骨盤右側だけめっちゃ上がってたんだけど、超絶斜めだったんだけど、めちゃくちゃ斜めだったよ。こんばんは。頑張って通わなきゃな。さ、どっか何かに通うのがさ本当に苦手なの。通うのマジ苦手だから、ちょっと頑張って通おうと思って、次回の予約もちゃんとしてきた。マジで通うの苦手なんよな。通いたくない、本当は通いたくないけど、めっちゃ通いやすいとこにしたわ整骨院。さすがに家から近いとこにしました。もう仕事の帰りにパッて寄れるぐらい近いとこにした。けんさんこんばんは。こんばんは。なんかさ、同じ場所に何回も通うのめっちゃ苦手なんだよね。でも予約しちゃったら行かざるを得ないから予約してきた。こんばんは。なんか最近唇の周りめっちゃ荒れてるんだけど、なんでだろう。なんかスキー場でめっちゃ日焼けした跡みたいな唇してる。困るな。こんばんは。けんけんさん、タコありがとうございます。まあそんな感じの一日でしたね今日は。
とは何かな、まあ、あとはね洋服ちょっとサイズが大きいやつ縫ってちっちゃくしたりとか、まあ、こまごましたことはやってたんですけど、休みの日って特に何もイベントが起きないからさ、特に話すこと生まれないよね。ねえ、祭日また配信あってほしい。ちょっと聞いとくわ。12月か配信しますかって今聞くわ。絶対に後です、後で聞いとくとか言って忘れるからさ。まあ、聞いたとこで最後もう今みんなに言えるかどうか知らないけどね情報解禁前だったりしたら分かんないけど、こんばんは。オラも乾燥するのでリップ塗ってる。リップさ1日15回ぐらい塗ってるんだけど、唇終わってるからもうどうにもならん。ヒリヒリする。なんでだろうな。より保湿せねばですね。てか先生、保湿剤さいつもの定位置になくなってたんだけど、どこに片付けたんだろう私。多分愛媛に行くカバンとかに入れちゃったのかな。ちょっともう一回後で探そう。どっか消えたわ。こんばんは。ねえ、なんか最近さ寒くなってきたよね。冬だなって感じることが非常に増えました。冬近づいてきてんなって。こんばんは。あ、そう、なんかさ肩がさ、でも小学校の時から肩こりでさ、めっちゃ最近痛くてもう無理ってなったから、整骨院行ったついでに骨盤の歪みとか背骨の歪み直すかと思って、あのいろいろ兼ね合いがあって整骨院行ったんだけど、ちょっとほぐしてもらったからめっちゃ肩ちょっと別にね痛いけど軽い。最高だね。最高です。こんばんは。おでんが美味しい季節。昨日帰りコンビニでおでん買うかめっちゃ悩んだわ。昨日さすがにやめたけど、いやこの時間に食べるのおデブやなと思ってやめちゃったけどさ。こんばんは。食べたいねおでん。今セブン行っておでん買うんやったら、卵とはんぺんと2つ買うかな今ね。ナウだったらね。明日になったら多分変わってるわ。じゃあセブンのおでん何あるかちょっと見よう。明日買おうかな。セブンでも店舗によるよね、そのどの具材があるかはね。卵、大根、あー白滝絶対に買うわ。おでん食べたいですね。こんばんは。
あ、ウィンナーもいいね。ウィンナーはね普通にねおでんじゃなくてもだって食べたいもんね、すでに、うん、こんばんは。大根はね今は気分じゃないな。トメさんギットありがとうございます。しけんね、しけんさんこんばんは。おでん食べたいな、おでん屋さん行きたい。おでん屋さんって基本的に飲み屋だからさ、ずっとちっちゃい頃とかさおでん屋さんにおでんを食べに行きたかったけどさ行けなかったから、20歳になった私はもういつでも行けるということで行きたいですね。スケンさんこんばんは。こんばんは。鍋いいですね。何鍋が今食べたいかな。すき焼き食べたい。すき焼き食べたい。こんばんは。まあ鍋あれかな。豆乳鍋かな今食べたいの。体に良さそうすぎるな食べたいものが。あと赤から食べたい今。赤からいいな。赤からナウで食べたいっすね。さあ赤から1回しか行ったことないんだよな。家族で1回だけ行ってそれ以来。今度誰かとご飯に行くときは赤から行かないって誘ってみよう。食べたくなっちゃった。辛いものが食べれる人じゃないといけないけど。おでん屋さんでビールや焼酎飲みながら食べるのは最高。まあビールも焼酎もさえは飲めないんですけど、マジで飲めるお酒が少なすぎるね。そのさ飲めるお酒って基本的に甘いお酒だからさ、その食事と合わないんですよね。こんばんは。食事と合うお酒で飲みたいと思うお酒一個もない。一個もないんだから。困っちゃう。行きたいけど甘口人間だから無理。でも赤から辛さゼロにできるんだよあれ。知ってた？普通に鍋食えるよ。この中からのねせせりがすごい好きなんだよね。いやそれワインとかマジで無理。日本酒も無理だな。日本酒が今んとこ一番無理だな。なんかマジで 1デシリットルぐらいテイスティングしたことあるんですけど、マジでその後30分ぐらいすごい嫌な匂いが口の周りに残ってすごい嫌な気持ちになったから全然無理だったな。こんばんは。なんだっけ、ハイボールが糖質がないんだっけ。だからハイボール飲めるようになると太りにくいよって言われたけど飲めないんだよな。ウイスキーがダメだからな、匂いが。なんか慣れだよってお酒に関してみんなに言われるけど、そんなにその何嫌な気持ちで何回も飲むみたいなことしたくないからさ。長野で飲まれてるお酒とか。長野はでも日本酒とかワイン有名ですね。酒結構酒どころですよ長野県。全然飲めないけどさ。そう、そう、吟醸ますみね、めっちゃ CM で見るわ。無理に飲まなくていいと思います。さやもそう思う。
えさえもそう思う派なんだけどさ、慣れれば飲めるよってみんな言ってくるからさ、いやなんかそんな嫌な気持ちになりながら練習すんのちょっと楽しくなくないって。気づいたら飲めるようになってたらいいけどな。そう、水がきれいなところはお酒美味しいって言いますよね。やっぱまあお酒作るには大量の水が必要だからね。主成分水だからさ飲み物って当たり前だけど、そう、で水がきれいだから水使う、水たくさん使うものを日本な長野県美味しいですね。そばとかもそうだけど、そう、あそういうのアルコール激、あでも本当に二十歳になって最初に飲んだ時はマジで弱すぎてやばかったけど、最近そのマジで飲まん方がいいレベルの弱さではなくなったね。そう、こんばんは。で弱いです、あのすぐ顔赤くなるんで。なんかお酒飲んで顔赤くなる人ってあんまりその体質的に向いてないって言いますよね。私は向いてないです多分飲まん方がいいタイプの人間であることに間違いはないんです。酔うとどうなるの？さあね、変わんない、一番思んないんだけど変わんないんだよね。何にも変わんない。ただ LINE を超えると普通に何にも変わんないとか急に気持ち悪くなる。うわ気持ち悪ってなるそう、全然全然変わんないです。うち家計的にはさ、まあ、弱いけどさ、そのそんな鬼弱なわけじゃない。いや鬼弱かもしれんな。ママもパパも飲まねえや。唐揚げと枝豆があればビールは進む。ビール飲めないからそれは分かんないんだよな。あー眠くなる、眠くなるよ。さお酒飲むと眠くなります。あそれです、それめっちゃそれ。だからいつもの感じでこのままニコニコしてそのまま眠いなって思いながらニコニコしてみたいな感じかな。顔色が青くなる方が良くないって聞いたことあります。あでも私はまあよなる、赤くなってちょっと無理して飲むと真っ青になるぞよ顔。こんばんは。日本人なんかそのアルコールに基本的に弱い 人種って言いますよね。やっぱそうヨーロッパの人とかはさ、昔はあの水の代わりにビールを飲んでたらしいからさ、なんかもう強いらしいですよ。そう強いらしい。昔はその水があんまり綺麗じゃなくてさ、水不足だったからさ、代わりにビール飲んでたらしいですよ。でそういうさ、まあこれ人生で役に立たない雑学みたいなのを知るのが好きで、最近そのそのあれを見た。そうそうそう。まあだからさえはほろ酔いで十分。もうずっとほろ酔いでいいね。梅酒さえ飲めないっていうか飲んだことない。匂い的に苦手そうだなと思って飲んだことないけど、飲んでみたら美味しいかもしれん。わからん。でもお酒飲むのは別にそんなに好きでも嫌いでもないけど、みんなでご飯するのが好きなんですよ私は。みんなで
その食卓を囲むことがめちゃくちゃ好きなの。そう、めちゃくちゃ好きなんですよ私は。でもさ、普通にただ夜ご飯食べるとまあ2時間ぐらいで解散になるけど、お酒が入るとそれがさ4時間5時間とかになるじゃん。いっぱいいられるじゃんみんなと。だからその飲み会という風潮は好き。そうっていうスタイルだね基本的にじゃあみんなといるのが好き、みんなとご飯囲むのが好きなんだよね。そうっていう話です。こんばんは。ニコニコしてみんなの話を聞いてるサリンが想像できる。そうさあ、なんかあんまりこう話に入ってかないでずっとニコニコして人の話聞いてるね。そう、この前のマリアちゃんユーナちゃんのメンツ最強だと思う。こんばんは。さやの大好きな2人だから。そうさや、でもなんか年々寂しがり度増してる気がする。よくわかんないけど。こんばんは。なんか前の方が一人得意だったのに、なんか年々ね一人が苦手というか、苦手ではないんだけど別に、誰かと一緒になんかしたいな、どっか行きたいな、ご飯食べたいなって思うことが増えた。社交的になったという可能性はあるな。社交的になったという可能性あるね。そんな感じです。でも最近は体作りしてるから人とご飯行くと絶対さ食べちゃうからさ、いっぱい。最近はおとなしく家でご飯食べてるけど、愛媛から帰ってきてからはずっと家でおとなしくつつましい食事をしてるよ。今日みたいにあんま動かない日は、まああんま良くないからみんなと、みんな真似しないでほしいというかあれなんですけど、1000キロカロリー取ってないですね食事で1000弱ぐらい、800とかしか取ってないですね。ハイボールとかチューハイの炭酸系は苦手ですか？ハイボールはウイスキーの炭酸割りみたいなやつでしょ。ウイスキーがダメだから飲めないけど、チューハイは飲める。ほろ酔いチューハイだしね。ゆなちゃんと酒飲んだことあるよ。こんばんは。3、4回ある。あ、待って、もっとあるかも。多分メンバーでお酒飲んだことは、一緒に飲んだことあるの、ゆうなちゃんとななしちゃんとゆいりさんくらいじゃない。ゆうなちゃんはここ4、5回は飲んでると思う。こんばんは。愛媛に行ったら鯛めし食べるんだ。絶対食べな。愛媛に行って鯛めし食べないで帰るのはなんかもったいないから、絶対食べな。ほろ酔いはね、白いサワーが一番うまいよ。カルピスサワーみたいなやつ。こんばんは。てかさ、お酒で一番好きなの多分カルピスサワーだから、お店とかでも。カクテルでピーチオレンジとかがあったらそれ飲むけど、なかったらカルピスサワーだね。ゆなちゃんは弱くはなかった気がする。なんかめっちゃ強い酒豪ってわけでもないけど、別に普通普通だと思うよ。さよりは強いです。こんばんは。ゆなちゃんもあんま一人じゃ飲まないって言ってたからな。私と一緒で、誰かと一緒にご飯した時にみたいな感じだよね、ゆなちゃんはね。いやでもチューハイね、そのお店のチューハイはね、ちょっと嫌な気持ちになる。なんか
焼酎の匂いがこの辺で香ってくるから、ほろ酔いはあんましないんだけど、なんかお店で出るちゃんとしたってのもおかしいけど、お店で飲むチューハイはなんかこの辺に焼酎の匂い残るからめっちゃ嫌い。なんか飲んでる時はいいんだけど、飲み込んだ後になんか鼻を通るに香りがってなる。こんばんは。アルコール嫌いすぎだろ。アルコールの匂いが嫌いなんだよね。そんな感じ。いいんだよそんなお酒の話で盛り上がらなくて。あんま飲むわけじゃないのに、私全然飲まないんだから。でも何の話を今日、別に何もさおもろいこと起きてないか、別に話すこともまあないという説ある。なんだろうな、でも今日カレー食べたいなってふと思って、脂質カットのカレールー買ってきた。明後日ぐらいにカレーでも作ろうかなみたいな。待って、明後日にカレー作ったら、あ、まあいいか、大丈夫か、わかんない、わかんない、明後日作んないかもね。明日16シンパシー公演行く、お、楽しみです。こんな感じです。何の話しようかな、ね、悩ましいところではある。別にお酒の話をやめたからといって特別話したい話があるというわけでもない。カレーの具材はもうめっちゃシンプルに塩と思ってて、玉ねぎとかしかないな、うちに。いや、なんかじゃがいも芋だし、人参根菜だからちょっとあれやなと思って、もう玉ねぎ大量に入れたらいいんじゃねって思って、玉ねぎだけで作ろうとしてる。いや、ちょっとダイエット今めちゃくちゃ頑張ってっからさ、めちゃくちゃカロリー計算してんだよね今。それを全然苦じゃないからいいなと思う、最近楽しい。あ、お肉は入れるけどね。お肉は入れるよ、お肉と玉ねぎみたいな、鶏肉と玉ねぎかな。ココイチみたいになっちゃった。ココイチってトッピングしないとさ、マジでルーだけみたいなの出てくるやん。ココイチみたいなカレーになっちゃうな。こんばんは。頑張ってください、ありがとう。ブロッコリーありだね、ブロッコリーうちにあるわ。あ、かぼちゃ入れようかな。かぼちゃとブロッコリーうちにあるわ今。かぼちゃ、ブロッコリー、コーンは入れよう。かぼちゃもまあ芋よりは全然、芋みたいなもんだけど芋よりはいいからな。サイはね、具材小さめが好きなんだよね。カレーはうちは中辛です。バーモントの中辛買ってきた。バーモントの中辛ってめちゃくちゃ甘いんだよね。甘口と中辛の間ぐらいの甘さなのバーモントの中辛って。
なんか最近中辛よりちょい甘ぐらいが好きなんじゃないかって思ってる、カレーに関しては。そうじゃない、担々麺とかさ、そういうもう辛いもの食べるときはさ、めっちゃ辛いの好きなんだけど、カレーの場合さ、ちょっと中辛と甘口の間ぐらいが好きなんだなってことに、ね、気づいたんですよ。昔信州そば食べたくて戸隠に行きました。そばも山菜天ぷらも美味しかった。そば食べたくて戸隠に行くのはね、もう大正解だね。こんばんは。そうカレールーね、そう前はねミックスし、実家でカレー作ってた時はねミックスしてたよ。中辛と甘口、全然違うカレーの中辛と甘口を混ぜたりして作ってたね。最近はさ、一人暮らしだとさ、その一箱の半分しか使わんやん。で、一箱の半分でさ、だいたい一パックになってるじゃん、その作り的に。そうだからその混ぜれないじゃんね。開けたやつ取っとくのもなみたいな。実家でやってた時はさ、一箱分ぐらい使うからさ、その別のやつの半分と別のやつの半分とか混ぜてちょうどよかったけどね。そう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 、だから最近はシンプルに一つでやってる。レトルトはね、なんかあんまり食べない、なんか買わない、自分では。でもたまにもらうから、そのもらうんですよ。なんか急にパパから送られてきたりとか、あとなんかメンバーからのお土産とかでもらったりするから、うちには今ある、あるけど全然食べてないね。ちょっとずつ、うわ今日食べるのな、マジで食べるもんないって時に非常食として食べてるかな。こんばんは。でも本当はさ、カレーはさ、そのインドカレーが好きなんだよね。あのネパール人の人がやってる感じの本場のやつが、それは本当はあのカレーが好きなんだけど、でもあのカレーと家で作るカレーはなんか別、同じカレーという呼び方はされてるけど別物だと思って捉えてる。そう、ちょっと違う魅力があるよね。一重に今日カレー食べたいなって言っても、インドカレーが食べたい時とお家のカレーが食べたい時は明確に違うね。チーズナンがねめっちゃ好きなの。さあカレーの隠し味あんま何も入れないっすね。シンプルイズベストですよ。昨日劇場行きました。期待してた通りサイリンダンス上手だった。ああありがとうございます、ありがとうございます。昨日楽しかったです。もインドカレーをなんで食べてラッシー飲みたい日ある、ある、月1ぐらいである。あとサイはね、ナンがね異常に好きなんですよ。全然ナンだけで食べてもいいと思うぐらいナンが好きなんですよ。私は自分で焼くしね。なん。そう、異常になんか好きっていうところはあります。私が。いやーインドカレー屋さんうまいよなあれ。なんかおかわりできるよって絶対声かけてくれるじゃん、ネパール人の人。絶対におかわりできないんだよね、お腹いっぱいになっちゃう。あんな大きいなん出されたらお腹いっぱいになっちゃって、あー気持ち的にはしたいけど胃袋的に無理だなと思って、あ大丈夫ですっていつも言う。絶対食べれないんだよなあれ。こんばんは。食べたい気持ちでいっぱいなのに、あれね悔しいですよ。せっかく食べれるのに。そんな感じで、ちょっとインドカレー、いやインドカレーこそダイエット中にはいけないな、あれ油の塊やからな。
だけ持ち帰りたいって思う時ある。え、それチーズナンいつも持ち帰りたいよ。いやチーズナンがマジでもう本当に好き。なんかもうパンの中で一番何が好きって言ってチーズナンって答えてもいいぐらいチーズナンが大好きなの私は。そう、という感じでね、カレー食べたいですね。でもさ、今お腹空いてないから別にあんま今は食べたくないや。明日とかだったら食べたいかもしれないけど、あんま今は食べたくないかな。ちょっと違うかも、今じゃないな。ちょっと喋ってたら喉渇いた。飲み物よいしょ。こんばんは。うわー、最近水飲みすぎて水の味嫌いになってきた。水飲みすぎて水嫌になってきたわ。困ったなー。ねえ、最後部屋汚いのバレた。今映った完全に。最悪。そんな今汚くないけど。あんまそんなだったわ。言うてもだったけど、床に物置いてんのバレた。誰ですか？スマホ倒したの。まったく。こんばんは。めっちゃ英語圏の人のリアクションで言った。ウップスって言ったもん今。おもろかったな今。レモン水ね、あんま好きじゃないんだよね。紅茶飲めないし、お茶は水分補給にならないので、あ、まあ、麦茶だったらいいんですけど、緑茶とかは水分補給にならないんで。水が本当はね、やっぱこう吸収的にはいいんですよ、体の。そう、水がやっぱ体に一番いいんですけど、飽きてくるよね。頑張って飲むけどね。オレンジやリンゴの 100% はもうダメだよ。無駄なカロリーは摂取してはならない。だってオレンジジュースとかさ、普通に 200ml とか飲んだらさ、もう 100kcal とぐらいあるのよ。そう、 100kcal をさ、ジュース 200ml なんてすぐやん。それでさ摂取するぐらいならおにぎり1個食べたくない？ その腹持ちもいいし。今カロリー制限中なのでね。まあ飲みたい時は飲むんですけど、この前みかんジュースは飲みました。愛媛でもらったみかんジュース、この前ちょっとだけ飲んだわ。そういえばどうしても甘いもん欲しいなと思ってみかんジュース飲みました。ストレート 100% の。緑茶水分補給に向いてないですよ、全然向いてない。こんばんは。左右はねあんまりだね。でも ぬるま湯で飲んでる、いつもあれだから。
冷たい、最近ねキンキンに冷えた飲み物飲めないんだよね。なんかここ 2,3 年冷たい飲み物が苦手になってきた。ちょっとごくごくいけないから、ぬるぬるいのが好きです。常温で放置されたぐらいの温度のやつが好き。ぬるま湯っていうかさ、あの常温が好き。こんばんは。いやさ、香水マジで嫌いっていうかね、味ダメなんだよね、相性が悪い。そう、香水とのその私の味覚との相性が悪すぎて本当に飲めん。だからもう頑張ってさえはこの軟水を飲むぜ。頑張って飲むんだ。糖質ゼロキャンディー、何それ。なんかさ、この前ファミマローソンか忘れたけどさ、マジで無の飴みたいなやつさ、なんか実験みたいな感じで出てたよね。あれ一回舐めてみたいな。なんかもう甘くもないし、マジでなんか無みたいな、なんもない飴みたいな。ありましたよね。どうしよう、なんか今日ちょっと食べ過ぎたような気もするし、ショルも終わったらちょっと運動しようかな。急に思った今、ちょっと運動しようかな、健康のために。今日ねさ、あんま歩いてないんですよ。みんな今日さやが何キロ歩いたか教えてあげるね。 5.4 キロ、結構歩いてた。8000歩ぐらい歩いてたわ。あれ思ったより歩いてたな。あれれ、意外と歩いてました。意外とね。でももうちょっと歩きたいから、やっぱ外歩き行こうと。もうさ、その季節的にこの時間もう真っ暗だけどさ、実はまだ早い時間っていうね。そう、待って、そろそろこの部屋もエアコンつけないと寒い時期になってきちゃったな。やだな、電気代高いんだよな、エアコン暖房でつけると困るよね、電気代。まあうち電気代結構安い方なんですけど、あんま高くないんですけどね。ちょっとあったかい格好する季節が来たな。でもさ、家の中ではさ、あんまり厚着したくない派なんだよね。部屋自体を温めたいタイプなの。だから電気代食うんだよね。まああれだな。ね、電気カーペットを導入するっていうのは、ありではある。でも電気カーペットって、どうなんだろう、電気代的には。そんなにエアコンつけるよりはみたいなとこある。電気カーペットの上にさ座ってさ、毛布とか、なんだっけ、膝掛け、あれなんていうっけ、ブランケットかけるのが一番あったかいと思うんだよね。じゃあこたつ的な感じで、その保温されっから、毛布の中が、それが一番暖かいと思う。そう、部屋が暖かい方が幸せ感じるよね。そう、さすがに最近
朝晩が冷えるようになってきたな。朝冷えるのは全然いいんだけど、夜冷えるのがちょっと嫌なんだよな。朝は夜冷えるのが一番ねってなるね。電気カーペット導入を検討しようかな。ちっちゃいのでいいんだよ。もうちっちゃいので。一人用でいいんだ。こんばんは。うわ、意外といい値段するんだな、ちっちゃくても。導入をまた考えたいと思います。いや、床暖ってさ、でもめっちゃ電気代かかるって言いますよね。しけんさんこんばんは。でも床暖夢あるよね。だって絶対家の中ほんわかあったかくなるもんね。試験さんこんばんは。つけてるだけで床暖、あれいいよな。まあ電気カーペットの導入ちょっとありだな。湯たんぽね。たんぽは絶対にめんどくさいからやらないと思う。うわ、でも実家でさ、昔さ、夜間でお湯沸かしてさ、毎晩湯たんぽ作ってたな。うちママが作ってくれてたな。湯たんぽで足温めとかないと寝れないんだから冬。でも途中から布団乾燥機っていう文明の利器が我が家には到着いたしまして、寝る前に布団乾燥機の温めで布団温めとくと、もう全体がポカポカで寝れるっていう。あれね、めちゃくちゃ最高なんだよね。そう、だからその寝る時の心配はね、何もないの。うちこの家にもさ、布団乾燥機あるからさ、布団乾燥機で温めて、どうしても寒い日は温めて寝れるかいいんだけど、その今よね、このただただいるとき、まあこんな薄着してるのが悪いっていう説はあるよね。こんなこうペラペラのシャツ1枚だから、ああちょっと肌寒いなって思う可能性はある。だってこの部屋今22度あるもん。あんま寒くないもん多分基本的には。基本的に薄着なんだよな、うちにいるときの私。でも家にいるときぐらい薄着でいたいよね。さやはそう思うんだ。まあ、寒く、もうちょっと寒くなってきたらちゃんと家の中でも暖かい格好しようと。なんかさ、その冬服ってさ、動き制限されるじゃん。ちょっと厚、布が厚くなるとさ、ゴワゴワするやん。それが嫌なんだよな、さやは。だから冬でも薄着でいちゃって、あー寒いなっていつも言ってるんだよな。頭悪いね。頭悪いやん。こんばんは。あと私は結構着太りして見えちゃうタイプなんですよ、体格的に。だから冬ね、すごいだるまみたいになっちゃうんだよね、いっぱい着ると。なんか例えば足出したりすんのが一番スタイルよく見えるんですよ。そう、足出すのが私一番痩せて見える、あの洋服スタイルなんですけど、冬足出すと本当に足死んじゃうんで、あの冬はね太って見える。長ズボン履くとさ、太って見えるんですよね。困ります、非常に。
だから結構寒くなるまで頑張って足出してるもんね。おバカなのって感じ。こんばんは。でもそれさ、冷え性じゃなくなったんだよ。なんかもともとさ末端冷え性あって、手指先とか足の先すごい冷え冷えマンだったんだけど、なんかここ数年でさ平均平熱が1度5分ぐらい上がって、めっちゃ代謝良くなったら冷え性治ったんだよね。そう、常に手ポカポカマンになった。今も手あったかいもん。寒いなってちょっと気持ちいい、あの肌寒いなって今思いながら手だけめっちゃ暖かいからね。今平熱で36度8分とか36度9分です。ほぼ37。めっちゃ暖かいよさよ。めっちゃ平熱高い。昔はね5度4分とか5度6分とかだった。まあ1度以上平熱上がりましたね。なんかね、上がったわ。代謝が、あまりの代謝の悪さを私は心配してたんだけど、代謝が良くなりましたね。めっちゃ代謝悪かったんだよね。だからすげえ太りやすかったけど、代謝良くなった。そう、平熱高いのねめっちゃ面倒なんだよ。夏とか特にさ、その外をちょっと歩いてからさ表皮体温測るとさ、ちょっとさ、まあ外で温められてさちょっと上がってるじゃん気持ち。そうだから2回ぐらい今年の夏、あのちょっと拒否られたことある。入るよ外歩いてきたらなんか7度3分とかなっちゃって、だいたい7度2分以上はちょっとご遠慮くださいみたいな感じじゃん。でもさ6度9分平熱の人ってさ、まあ、4分ぐらいはさ、まあ、上がるわけよ。 0.4 度ぐらいさ外歩いてたら上がっちゃうわけよ、その表皮体温だと。一回なんか店の入り口で7度3分出て、あってなってちょっとだけ待ってからもう一回行って入った。ちょっと涼んでからよし表皮体温下がったかなって言って入ったわ。それがねめちゃくちゃ面倒ですね最近の私としては。まあもう今冬なんで全然あの上がんなくなったから全然いいんだけど、7度とかならもうならないから、外を歩いたとてなんなら冷えてるからいいんだけど、夏ねその問題勃発してた。めっちゃ勃発してたね。あるあるだったあれはね。面倒ですよ非常に。平熱高い人たちはみんな気をつけようね。止められちゃうから入り口で。だからさ、そのたまに調子とかでさ7度とかいっちゃう時あるのよ。まあ36度9分が平熱だからさ 0.1 度ぐらいはさ別に誤差で上がるやん。 0.2、3度ぐらいまではさ誤差で上がるじゃん。まあ、7度3分はいかないけどね普通に測った時、まあ、7度まではいくのよ。だからすごいややこしいね。だから微熱ってだいたい平熱プラス1度ぐらいまでって言うんですけど、微熱で、でも38度出たらめっちゃきついからあれは微熱じゃないな。おもろ、平熱の話おもろ。ちょっと今測ってみよう。どうだろう、これでめっちゃ低かったらおもろいけど、前回ちなみに6度8分でした。昨日です。
こんばんは。まあややこしいよね、平熱高いのは高いので。低いよりは健康らしいけどね。試験電車検査こんばんは。みんなちゃんと毎日体温測ってますか？それは測ってるよ。皆さんこんばんは。あ、今日低い、6度6分。今日は比較的低めでした。こんな薄着してるからかもしれませんね。今日低い、え、珍しい。6度6分はここ最近見ない数字です。珍しこちゃんですね。今日はそんな日でした。まあ6度6分低くはないんだけど別に低くはないんだけど。ということで、まあぼちぼち1時間ぐらい経つから終わりにしますか。今日のさやかちゃんはすっぴんでお送りしました。最近顔のね、なんか肌の色が良くないんだよね。なんか土系色みたいな。で今日はあんまりクマない。昨日ね、一昨日か、一昨日めっちゃクマやばかった。そう、めっちゃメイクで隠したわ。なんかげっそりしてた顔が。体温38度台って見たことない。マジ？風邪ひいた時も？あんま熱出ないタイプなんだね。コロナになった時8度7分とかまで上がったよ。めっちゃきつかった。もう絶対に二度とかかりたくないね。いやでもまた流行り始めてるみたいなので、皆さん気をつけようがないですけど、気をつけましょう。手洗いうがいいっぱいしよう。あの気休めとかにしかならないとしても、やらないよりはね、1ミリぐらいはいいと思うので、みんな手洗いうがいしましょうね。本当にね、あんな辛いものは二度とかからない、かかりたくない、かからない方がいいです。かかるべきではない。そう、マジでもう絶対かかりたくない。でもなんか世間が流行りだすとさ、やっぱ身近な周りの人がさ感染したりし始めるから、うわ本当に流行ってんだ今って、なんか毎回体感する、体感感じますね。そう、ちゃんと世間が流行ると身の回りでも出始めるからさ、あー入り始めちゃったんだって思います。みんなも気をつけましょう。まあ体調は崩さないに越したことはないですからね。当たり前ですけど当たり前ですけど、崩さないに越したことはないです。もう間違いなく。ということでランキング読みます。13位、金堂さんありがとうございます。12位、ドクタケさんありがとうございます。11位、川端真嗣さんありがとうございます。10位、ヤスさんありがとうございます。9位、バイコトーさんありがとうございます。8位、ヒロンガーさんありがとうございます。7位、マンダリンさんありがとうございます。6位、キグマさんありがとうございます。5位、ポクレンパサランさんありがとうございます。4位、アカツキさんありがとうございます。3位、ツナちゃんありがとうございます。2位、ケンケンさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。ということで今日も一日ありがとうございました。また明日は重力シンパシー公演ですので楽しみましょう。おやすみ、バイバーイ。